はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずこの洞窟の推奨レベルがなんか11とかだったんで、少しレベルを上げて、まあ13か12あたりにしました。じゃあとりあえずこれで突き進んでいきましょう。ナダラケス遺跡ですね。あそこなんか怒ってんな。とりあえず宝箱を取りつつ、このあれこれなんか罠っぽいな。おお、危ない危ない。1円。そんな変な罠に引っかかる私ではない。あれこれはもう下に行く階段だな。サソリみたいなのがいる。とりあえず攻撃をして、ブレイジングアイスクルライトニング、これ同じの魔法を使うとなんか強力な魔法になるけど BP がやたら減るんですよね。ビショップのスキルみたいですけど。いってー、このねミイラみたいなのが意外に強いんですよ。ここは下に行っちゃうんで、こっちは？あれ？こっちも下に行くな。とりあえず右の方、右下の方に行きましょう。あれ当たるとどうなんだろう。砂みたいな感じだからな。あんまりダメージにはならなそうだけど。連戦の予感、マジか。こいつはちょっとデフォルトかけとこう。この二人でなんとかしよう、サンドワームは。オーラ、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 強い！いってー！お、マジか、倒せない。とりあえずじゃあ、アイシクルかな、砂だから。おぉ、連戦。こいつらか。ブレイジングアイシクル、ブレイジングアイシクル、眠らせてくるかんなこいつ。暗い。オッケー。まあ 1.5 倍、2回戦目で 1.5 倍っすね。3回戦目で 1.8 倍、なんで結構レベルはレベル上げしようとすると上がりやすいっすね。200円、よしよし。あとは一番右下。結局最初まで戻ってきたな。お、先制攻撃。ブレイジングとアイシクルを交互に打つと。もうできればな、リピートしたいんだけどな、めんどくさいから。ほら、ほら、ほら。さあ、これには何が入ってる？目薬かよ、ここまで来て。っていうかまあ。最初から取れば、ふう、目薬かみたいな感じになったんだろうけど。こんなに大回りして、ここ大丈夫だよね。よしよしよし。じゃあ、左の階段から降りていきましょう。味方の先制攻撃。これはもうリピートで、OK。ほら、ほら、ほら。あれ？こっちから行けねえし、回んないと。めんどくさいな。ん？これも、罠っぽい。エーテルか。まあまあだな。あとは、左の方。また罠っぽいのがあったな。お！強そう！なにこれ？もうリピートしちゃってるけど、大丈夫か？いてー、強い強い強い。アイシクル、ブレイジングアイシクル、勝ってー。
勝てるけどヒットポイントはそんなない。バイソンフォーン新生魔法レベル3、これもまたガチャコンってなるやつか。あーまあいいな。あれこれもまた下に行くな。ほらあー危ねー。300円、普通に通過すれば大丈夫か。お、ここもなんか怒ってる。万能薬、あと右の方か。うわマミーが連発してる。眠れる森の美女、これがね厄介なんだよね。強い弓、強いマジで。危ね危ね危ね。なんかない、なんもないね。おおおおおいって食らったっぽい。万能薬ダメージかな、まあいいや。んーちょっと右の階段も行きたいな。お、こいつらはなかなか固い組じゃないの。お、なんでミス、うわ暗闇になってる、最悪だ。やべやべ、めっちゃミスる、これまずいぞ。もうスカスカスカって感じだし。スリッププロテス痛い。スリップやばい、肝心要のやつが眠った。めっちゃミスってる。ちょっと一回回復タイムに入りましょう。ポーション節約して。おお、ポーションがなくなる。目薬4つしかない。てかさ、俺銀縁メガネでさ、暗闇無効にするメガネ装備してないの、ひどいな。目薬ちょうど4つ、危なった。あともう何かねあったら万能薬品に頼るしかない。銀縁メガネ何なんだよ一体。右上か、ここをガシャコーンってやって隠れている隙に今だ。お、これはキャラシリス、とりあえず U に装備させてみよう。おお強い、 OK、 よーし。あと残り1個が宝箱、どこだ。またマミー軍団が引いて、早いマミー軍団。オッケー、なんかわかんねえな、なんか怒ってんのかな。宝箱はなさそうだけど、とりあえずまた戻るか。だいぶ遠回りしてるな、こう考えると。あとどこに怒ってるんだ、気になる。残り1個の宝箱か、まあ、しょうがない、このまま行くか。おっとまたごっつい組だ。おらおらおら、これで倒せるでしょう。なるべくマジックパワー温存したいからな。そこそこ広い、あの宝箱も欲しい。絶対こっち宝箱だな。ハイポーション、このガシャコーンっていうのは、よーし切り抜けた。銀縁メガネこいつ見とんだから銀縁メガネにしとこう。銀縁メガネこれ食らうとでも無駄だからな。おっとサンドワームがいる。強い。ほら
よーし。もうガシャコーンってやってから。左に向かいましょう。宝箱がありますからね。おっと、これは超連続じゃないの。おお、マジか。めっちゃ毒ガスだな。またこのパターンか。うわ、早い。今のサンドワームあれだな、多分銀縁メガネがなかったらみんな暗闇になってたな。回避所。お、何これ。いて、超ひどいんだけど今の。今のひどくないっすか。並んだらストームってなんだみたいな感じでやってたら、また罠が発動して。万能薬しかない。魔法でなんかあるかな。だってこれ毒でしょ。この、並んだるストール。なんだよこれ。騙されたよ。とりあえず万能薬使おう。攻撃をする奴らに万能薬を使おう。で、せっかくだこの並んだるストールを見るか。頭か。あ、強い。その代わり万能薬3つという代償を。180円。これいったらダメかな。よしよしよし。ここもめっちゃ連続だな。連続罠地帯。あれ、どっちやつ。あ、プロテス使ってるよ。魔法はまあ外さないよな、さすがに。かっけえなぁ。ほらほら。JP1.2 倍っていうのが欲しいっすね、すっぴんの。お、なんか置いたから、こう、鍵がないんだよね、鍵が。そう。エタルニア広告にもそういや鍵のかかってる宝箱があったけど、盗賊の鍵的なのが必要なのかな。お、サブ。ここか。この椅子の下にさらなるダンジョンへの道が。アジトの椅子って。あ、イデアさん、この剣持ってけ。あ、でしょ。さあ、ん、何かいるか。怪しい人影。超怪しいんだけど、あの真っ黒いやつ。おー、宝箱6個もあるよ、ここ。うわ、敵も変わってる。なんか外したいな。うわ、倒せなかった、マジかー。うお、強え。まずいまずい。やばい、マジックパワーもない、ポーションもない。ポーションいっぱい買っとこうみたいなことを言ってたから、忠実に守っとけばよかった。こんなケチらないで。安眠鉱、何それ。とりあえずエーテルで回復させよう。いや、結構しんどいな。レベル上げといてよかった。あのまま突っ切ってたら絶対死んでたよ。そして広い、ここは。連戦の予感、マジか。ちょっとリピート解除しよう。まずこの均等にレベルじゃねえや、相手を狙わないといけないけど、連戦だからな。この BP を取っとかないと確実にやられる。いいねー、いいねー。アイシーこれ強い。よーし。うお、またこいつらかよ。
死ね、死ぬ。これはマジ危険だ。アイシクルとブレイジングを交互にと、マグノリア、あれだな、うまく残ったな。ヒットポイント1、耐えるだかなんだかで。アイシクルが発動してくれれば決まるのに。よし、これは勝った。危ねえ。踏ん張る、そうだ踏ん張るだ。ハイポーションしかないよ。もうめっちゃ回復すんな。使おう。これここまで来て何にもないとか言うなよ。250円か、微妙だな。そしてこの分かれ道、どっちへ行こう。迷った時は左。でも左ってなんかサブがあるっぽいな。ブレイブアタック、ブレイブアタックよりこの先制攻撃の方がいいな。均等に狙っていこう。そしてちゃんと考えていこう。ライトニング、多少時間がかかるけどしょうがない。よし、いいぜ。倒せ倒せ。よしよしよし。すっぴん次800ってすげえな。ちょっとジョブ変えようかな。5になったらちょっと次に変えないとなかなか上がらなくなっちゃうな。ということでマグノーリアを変えましょう。じゃあチャリオットだな。シルバーチャリオッツで、こいつ頭に装備できるから、いや弓だな、弓、弓にして頭になんか装備させよう。あ、三刀流覚えてねえや、今考えたら。うん、じゃあこれで。こっちになんかキラーンって光るものはない。あの右側なんか宝箱ありそうな気がするんだけどな。大地のドラムって何？クエイク？どっちだ？こっち行こう。味方のブレイブアタック、サンドワームは強いから普通に。ただシルバーチャリオットめっちゃ防御捨ててんな。盾もなく頭もないってことだろ。そうするとマグノリア最悪。あれ、左が正しかったっていうか宝だったか。ああ、なんか宝が見えんな。フェニックスの、まあまあ重要だな。あれは開けたやつ？いや開けてないな。戻ろう、宝箱は欲しいから。もういいや、リピート。こうやってリピートとか言って舐めてると眠れる森の美女だ。アイテムは結構買い込んでおいた方がいいかな。ただ金がないからな。よし、これにいいのが入っててくれ。星のペンダントって何？毒かな。毒だね。いや今毒にはあんまりならないからな。どっちかっていうとサンドワームが出てくるから。うわ、敵の敵がたくさんいて。あと宝箱1個左下かな。こっち、おお、怒ってる。
テレポストーンか。帰れってこと？でももうセーブポイントも近いし。旅人のところに行けば回復はできるからな。ちょっとこれはね、考えないといけない。このパターンは考えるっていうか、攻撃を分散させるだけだけど、単純に。いやー、この精霊魔法だいぶ役に立つな。魔法がいないとやっぱり。よし、これで OK。 おお、しかもアイスティルが最初に発動してくれた。これやっぱだいぶ違うんだよね。ほら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 、よし、レベルアップ。友達のデータが更新されてるよ。誰やねん。ヒール。ヒールか。この先は危険だぜ。テントで休む。どうした？いや、あのジャッカルって人はジャッカル、どっかで会ったこと。イシタンタン、この国で暴れ、ディローザが准教授になった。ですよね。あんなに立派な考えを持ってる。立派かたや。もう一人は、ちょっとは。そう、ジャッカルは水を求めて終わった。え、うん、じゃあ、あいつはね。そんなあいつ。そうだね。 How fast? そんなふ…そう、イスタン…あー、そうそう、あ、ユー、大丈夫だ。え、ちょ…のほほんとしてんな、のほほんと。そしてこのテントをやるたびにこの会話を聞かないといけないの。この先は危険だぜ。ポーション買っとこう。10個くらい買っとこう。いや、20個くらい買っとこう。安いから。よし。OK。もう宝箱は全部取ったから、セーブしとこう。OK。ここでサブイベントが起こる。あれ？なになに？どっち？この筒じゃなくてこっちか。あ、あの筒にこの水晶玉を戻せってことね。これが水源玉。水源玉か。なんか来た。ジャッカル。さっきの怪しいやつか。ここでまた悪の考えが芽生えるんじゃないの。台座に乗った水源玉から。それがオアシスを潤してラクリーカの井戸も満たすわけ。何、もしやこの二人手を組むとかないよな。不穏だぞ。だって音楽が素晴らしい。その水、ああ、砂漠を越えてこの遺跡、その宝珠出た。何言ってやがる。オアシスが枯れかけてるんだ。別に決まっ、そこら辺の事情はちゃんと。俺様は聞いてねえぞ。お前さんに言ってもわからんよ。だとこのや、砂漠の民は移住してもらおう。何を夢見てる。いや、可能。このエネルギーが完成。お前さんたち砂漠の民だってこの国の抱える問題。まあ逆に失敗すれば。なんで俺たちが来る。将来のルクセンダルク。でも世界がこれまで経験したことのない。さすが講師、ばらまくんだよ。世界中にばらまく。ガキの喧嘩でも、あらゆる争いの中で、つまり完璧、新時代の夢のエネルギー。何ごちゃごちゃ小難しいこと言ってやる。ボリトリ、てめえみてえに下水不良中年なんかに。そらこっちのセリフだ。ただ求め願い。なあ、お前ら、たった今水が飲めなくて困る。え、これ何？選ぶの？彼氏の娘ならば、市場に流されず、世界のために。何のかこら！だと？え、なになに、どうすんのこれ？おお。どうしまし。やっぱり砂漠の民を。でも。あの赤い人がい、うん、どっちだよ。
どっちかのアスタリスクを選べってこと？師匠のあいつと同じことを言ってた。亀甲は生をもたらし、ドリームエナジー開発のために。おい、どっちだよ。どうする？でもこれあれじゃない、倒した方のアスタリスクが奪えるっていう。なんだってこの俺と戦う？戦闘に勝利すると赤魔導士シークのアスタリスクは手に入りません。マジか、これは悩むな。赤魔導士か、最初は良さそうだけどな。赤魔法と、赤魔法じゃねえや、白魔法と黒魔法が使えるから。お、なんか書いてある。レベル4までの白黒、うんうんうん、 OK OK。 シーフ、アイテムを盗む、エキスパート、お金が不足しがちな序盤で特に重宝すべ様トップクラス。マジか、これ魅力的なこと言ってくんなうーん、とりあえずでもな、赤魔導士か、ちょっと魔法欲しいからな。でもな、どうしようかな、もう物語は関係ないどっちのジョブを手に入れるか、これ悩むな。ここで優柔不断さが出てる。ちょっと一回撤退しよう。それでいい、よく考えよう。そうだ、よく考えよう。シーフか、シーフのアビリティがどれくらいいいかだよな。赤魔導士はなんとなく想像はつくからいいんだけど、どうしよう。とりあえず今イデアがビショップだろ。ビショップはね、ケアルが使えないっていうところが痛いんすよね。シーフか、ジョブが今何個だ。すっぴん、ウィザード、チャリオット、フェンサー、ビショップか。赤魔同士連続魔とかあんのかな。そしたらそれでいいんだけどな。赤魔同士、赤魔同士だな、決めた。戦った方だよね。赤魔同士のアスタリスクが手に入ります。 OK、 赤魔同士。親こそ、あれ、なんか来た。さあ、お望み通りこいつらに痛い目見せちまおうぜなんで加勢してるの。たく、せっかく真面目に暮らして。おーおーおー、まあいいさ。魔法学園都市の赤い字、泣く子も黙るブラッドローズ特務隊元隊長、赤魔同士ディオーレ・ディローズ、行くぜ。とりあえずデフォルトしとこう。様子を見る。お、バウネートリガー強いっていうか、ガードしてこれかよ。剣技、これ何、ウーフの構えからバイソン。ちょっと待って、これなんで赤くなってんのとりあえず周りのやつらを勝たそう。ライトニング愛してる、渾身劇で、ティズも渾身劇。投げる、投げるか。でもアイテムがないからな。これでいこう。シャイニング、いいで。うわ、ブリザラ来たい。見て、小づくってなんやねん。この姿勢では使えない。あ、そういうこと。結構きついな。まずこのウルフの構えを取らないといけないんだ。ってことはブレイブ、ブレイブでウルフの構え使って、でウルフハングだ。そういうことだ。神聖魔法ヒール、これ全体だとどんくらい回復するの。一応ちょっと間違えた。あ、すっぴん技がない。戦う。ヘアルラ、マジかよ。ブリザラ、いって、強い、死ぬ。
全然隠しねえな。あ、なるほど、そういうことか。攻撃をされると劣化のウルフ。オッケー。ちょっとデフォルト。いや、回復させよう。ちょっと技使っちゃおう。ザ・ワールド、時を止まれ。イデア回復、ちょっとマジ回復する。ちょっと待ってよ、誰でもいいや。あ、ハイポーション使っちゃったんだ。せっかく時を止めたのに。とりあえずヒールを味方全体に打っとこう。時間を止めちゃうんだから。よし、ちょっと回復、ちょっともう一回。ライブリーセカンド。ははは、最高に入ってやつだ。限界突破、見せてやる。こういう使い方でいいのかな。一応一個残しとくか。デフォルトでヒール、デフォルト、デフォルト、 OK。 見てー、デフォルト、もう一回ヒールかけとこう。デフォルト、デフォルト、半分個必要だなこれ。200のコース、なに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 、やばくね。大丈夫だったか。よし、ほら、バイソンホーンって何？バイソンから、バイソンホーン。で、こいつは回復だな、また。だここでやっぱりケアルが必要っすね、ケアルが。本進撃はちょっと今、弱そうだからな。OK。バイソンホーン！そこそこだ。このブリザナが強えな、やっぱり。ほら、ヒール、よし、オッケー。あとはこいつだけだ。ブレイブ使って剣道のウルフ。あれ、ウルフハング使えんの。じゃあちょっとブレイブ使う必要はないな。ちょっと待って、ちょっと待って。ヒール、味方全体。渾身劇。渾身劇はもう弱いな、多分今。いいだー。ミスター。バイソンホーン、この繰り返しか、そうすると。バイソンホーン構え、リベンジャー、まずい、これはまずい。ちょっとデフォルトでしのごう。もうリベンジャーがね、わ、ケアルだかよ、マジかよ。甘い甘い。よし、ウルフファングのバイソンホーンのウルフファング、よし、これだ、完璧だ。で、こいつとは完全に回復させよう。ブレイブ、ブレイブ。あれ、マグノリアなんでダメなの？まあいいや、渾身劇。どうだ？ほら！バイソンホーン！ウルファング！ヒール&ヒール！うん。ちょっともう一回ためよう。で、マグノリア、なんか、いけんな。使ってきたか。うわ、めっちゃ連続して渾身劇、渾身劇。リベンジャーが鬱陶しいな、やっぱり。で、今はバイソンホーンからのウルフファングと、回復、ちょっとデフォルトレカードしよう。305か、結構回復すんな。おらおら、100くらいか。おし、倒した。見えないの。うん、そこそこだな。
レベルアップ、レベルアップ、ジョブレベルアップ。戦闘民族サイヤ人だ。サイヤ人の血が目覚めた。こいつも三刀流覚えた。赤間同士、どの防具もそれなりに使える。おお、いいね。本当にこっちで良かったのかって気はするけど。このオアシスは。あれ？ジャッカルおじちゃん、え、砂漠に現れた盗賊団を払うために。ん？ドブスどもが来たら。ち、まあいいわ。こりゃ生き返るわ。これで砂漠も蘇ったか。あ、皆さん。ドリームエナジー研究生。どうしちゃったの？そんなにふさ。水源玉を探しに出かけた。そうなんだ。え、何、知らぬふり？ドリームエナジーの研究は中止になりました。それでそんな。いいんです。ほっといて。ドリームエナジーの研究が5年遅れれば、国家間の格差はますます広がり、僕は後味悪い。オアシスは救っても、これでそういう話かよ。どうせ逆にしてもそうなんだろうな。砂漠の民は救われないみたいな話になって。まあ、もともとそういう感じですかね、このゲーム1の時から。ディ・ローザは結局殺したのかっていうのもあるけど。よし、止まろうっと。せっかく赤魔道士手に入れたんだから、赤魔法、赤魔法じゃないよ、赤魔道士にしよう。ビショップもレベル4。次何覚えるの？神聖魔法レベル4か。ギフト、イノセンスが使用できる。うん、いいな、変えちゃおう。ジョブ、赤魔道士、イエーイ。アビリティは魔法防具 20% アップはそれでいいだろう。で、どうしようかな。神聖魔法、いやー、それだったらすっぴんの方がいいかな。半分この方が、いや、精霊魔法にしとくか。で、チャリオットもレベル5になったから、とりあえずフェンサーにしよう。フェンサー、おお、なかなかそれなりの格好だな。で、三刀流とあれはつけてんのか、そのまんま。戦闘民族、戦いを行うと武器、装備武器の適性が上昇。いいな、これ。戦闘民族サイヤ人。てか普通にどこまで上げるか決めよう。疾風のファルコンって何？あー、反撃バイソンって何？なんか微妙だな、これ。最初からウルフ。剣の心得。ちょっとな、アビリティリストが微妙だな。まあ、いっか。赤間同士は？ターンチェンジ。おー、リカバリーは？リベンジャーがいいっすよね。25% の確率で BP が1上がる。ピンチに消費ゼロ。オーバーリミットは？おお、すげえ。よし、魔法買いに行きましょう、魔法。あれ、そういや、こいつ三刀流になってるっけ？三刀流になってんな。ケアルだろ？ケアロ、ファイヤ、ブリザード。あー、クリアランスとかね。一応ここら辺、あ、トルネードとかあんじゃん。買えるもん買っとこう、魔法は。オッケー。一気に金がなくなった。すぐ金がなくなるな、このゲームは。あと装備。なんか買えるか？ブロードアックス買えねえし。あ、グレイブ。あ、でも魔法攻撃力か。
仲間同士だからな。魔法攻撃力もやっぱり重要だよな。 C 不要なんだなきっと。マジックナイフ、あ、上がる。 S だ。あ、そうか、フェンサーにしたからか。命中も上がるな。これにしよう。買おう。 OK。 やっぱりね、命中は大事ですよ。マジックナイフ、魔法攻撃力上昇。お、なかなかいいね。めっちゃ上がるし、魔法攻撃力これあれじゃん、イデアに装備させた方がいいんじゃない。45、46、伊勢の森とかいうのになってたよな。44、命中率や。え、伊勢の森の方が弱くね。ちょっと待ってね、イデア、マジックナイフ。お、全然いいじゃん、こっちの方が。全然でもなかったウィザードロッドも結構上がんない、魔法攻撃力。ほい、OK。 いや、ちょっとお金ないからやっぱりティズにしようマジックナイフ OK。 じゃあこんなものかな。ここに宝箱が3つある。こいつ何なんかどこに何が起こってるんだろう。おお、怒ってた。こういうところを探していかないといけないのか。めんどくさいな。まあいいや。じゃあとりあえず D ローザ赤魔同士倒して、まあシーフは手に入れられませんでしたけれども、とりあえずジョブを1個手に入れたので、今回はこれで終了したいと思います。